猫って魚よりも肉が好き？みんなこんにちは。僕はてなくん。僕は生き物学校の1年生。いろんな生き物がいて楽しいんだ。あれ、今日は猫ちゃん、お魚じゃなくてお肉を食べてるよ。猫って言えば肉より魚ってイメージがあるんだけど、本当に猫って肉よりも魚の方が好きなのかな？うん、猫ちゃんにお話聞いてみよう。にゃ、僕は猫。猫って肉よりも魚の方が好きかって？猫といえば魚だって？当たらずも遠からずかな。僕はもともと肉食の動物。日本人は魚をよく食べるから、僕たち猫も食べるようになったけど、他の国の猫はやっぱり肉が好き。港町とか魚を食べられる地域では魚を食べるけど、そうじゃない地域だと魚に見向きもしなかったりするんだ。じゃあなんで猫といえば魚ってイメージがついたの？うん、その理由はね、日本人は江戸時代まで肉を食べなかったんだ。食べてたのは魚。だから猫だって人からもらった魚を食べていたんだ。それで猫といえば魚ってイメージがついたんだって。今でも日本人は魚が好きだから、日本で飼われている猫は魚を食べるよ。猫の食べ物の好みって小さい頃に何を食べたかで変わってくるからね。だからアメリカ人に飼われてる猫はやっぱり肉が好きなんだって。へえ、そうなんだ。もし猫に魚だけをあげていたらどうなるのかな。家で飼ってる猫が魚好きだからといって魚だけをあげてたら、実は栄養が偏っちゃう。ビタミン E が不足して病気になっちゃうんだ。もともと僕ら猫の食事はネズミや鳥などの小さい動物。魚だけじゃ栄養を補いきれないんだよ。ちなみに僕ら猫のご先祖様はアフリカのリビアにいたリビアヤマネコみたいなんだけど、このリビアヤマネコは主にネズミなどの小さい動物をとっていたんだ。でも古代エジプト人に飼われるようになってお魚の味を覚えたんだとかって。今日のまとめ盗賊、猫の好物は魚より肉だよ。特にビタミンやミネラルたっぷりの内臓が大好き。猫ちゃん、どうもありがとう。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録して君も生き物博士になってね。じゃあねー。バイバーイ。